指導。なんでこんな風に飛んでてよ。神羅が来たらどうするの。空は誰のもんでもねえ。神羅なんかクソくらってなもんだ。あんたいいな。そうこなくちゃよ。だいぶ近づいてきたようだな。お、そろそろ降りるぞ。俺に案内できんのはここまでだ。これ以上は近寄れねえから、あとは適当にやるかい。次に頼むときはどうすればいい。のろし上げろ。滑走路があれば最善を尽くす。またのご利用を。谷まで案内しよう。シシカは私の娘だよ。
チョコボのレーサーなんだけど、レース中にチョコボから落ちてね。それからすっかりやる気をなくして、練習から逃げるようになったんだ。ふーん。あんたたちチョコボの経験は？まあまああるよ。そうかい。じゃあうちの訓練場を使っておくれよ。せっかく新しく作ったんだけど、これじゃあ宝の持ち腐れだ。誰かが使ってくれたら私の気も少しは収まるってもんだ。ふーん。輪くぐりなんてしたことあるかい？チョコボでふわりと飛んで輪をくぐるんだ。こんなことができる訓練場はあまりないと思うね。うわあ、何それ楽しそう。クラウドもやりたいでしょ。他のみんなに自慢できるし。いいだ。じゃあまずは空チョコボの捕獲からだね。その辺にアポニーってチョコボがいるはずだよ。訓練場へはアポニーに乗っていきな。入り組んだ谷もアポニーに任せておけば迷わず抜けられるよ。通信塔があるね。星を守るつもりらしい。いい？なんや、いい人に聞こえますけど。星を守るためなら人はどうなってもいい。それがあいつのやり方だ。はあ、そらまたえらい過激ですな。人あっての町、人あっての星やのに。俺も蒸し返すな。敵は他にもいるぞ。
俺たちの邪魔をするばかりか。相も変わらず星からエネルギーをかすめ取るシンラカンパニー。ギック、お前のコネは最大限に利用させてもらう。だがもし裏切ったら猫可愛がりの刑だ。俺はしつこいぜ。聖地が俺を呼んでるぜ。楽しみだね。